大宮アルディージャ U18 所属ながら2種登録によりプロの舞台に立って最終ラインの一角を任されている内原理央。18歳という年齢の若さにもかかわらず、2023年7月からトップチームでフル出場し続けている異例の選手であり、今後の日本サッカー界を引っ張っていく可能性を秘めています。今回はそんな市原理央について、そのキャリアやプレースタイルを中心に紹介していきます。基本情報。市原理央は2005年7月7日に埼玉県で生まれました。ミランという名前の兄がおり、自身の名前はリオンであることから、サッカークラブの AC ミランとリオンに関連付けられているようです。幼少期からサッカーを始め、小学生の頃には大宮アルディージャのユースで技術力を高めていく選択をしました。現在は18歳という若さながらも、185cmの高身長と大人に混じっても見劣りのしない体格を生かして大宮アルディージャの最終ラインを守っています。 U19 日本代表フランス遠征のメンバーにも選出されて、世界を相手に戦ったこともある若きホープです。経歴。いわゆるサッカー一家に生まれた市原理央。父親が体育教師でサッカー部の顧問をやっており、2歳年上の兄もサッカーをやっていたことから自身もサッカーを始めたといいます。少なくとも5歳の頃にはサッカーボールに触れており、地元の少年団大宮流星 SSS に所属していた小学生の頃にはボランチ、センターバック、フォワードなど多様なポジションを経験しています。小学3年生の頃には大宮アルディージャのセレクションを受けましたが、最終選考で惜しくも落ちてしまいます。しかしその翌年に再度セレクションを受けて見事に合格し、そこからはセンターバックをメインに守備的なポジションで活躍していきます。めきめきと実力を伸ばしていき、大宮アルディージャ U18 のキャプテンとしてチームを引っ張っていく中、一つの転機が訪れます。2023年7月12日天皇杯3回戦のセレッソ大阪戦にクラブ史上最年少となる18歳と5日でのトップチームデビューを果たします。その試合では惜しくも1対3で敗退してしまいますが、彼は悪目立ちすることもなくプロに混じって堂々とプレーしていました。その後もトップチームのリーグ戦にスタメンとして出場し続けており、高校生としては異例の活躍を続けています。また U19 日本代表フランス遠征のメンバーにも選出されており、モーリスレベロトーナメントにもセンターバックとして出場して、モロッコやコートジボワールの強力なストライカー陣と互角以上に渡り合いチームを引っ張っていました。プレーの特徴。まだ10代にもかかわらずセンターバックとしてすでに高い完成度を持っています。 185cm の高身長とジャンプ力を生かした空中戦は同世代では負けなしで、相手フォワードに空中で競り勝つことでチャンスを潰します。逆にオフェンスへと転じた時は高い打点から味方へ効果的なパスを出してチャンスを演出することもできます。また思い切りの良いプレスも特徴的で、持ち前のスピードで素早く相手に接近し、相手がボールを持った瞬間に激しく足元へタックルすることでオフェンスのリズムを崩すことを得意としています。これらのプレーは彼自身が常に頭を使って考えているからできるのだと言われています。周りを見てディフェンスラインを揃えつつ、相手が攻めてきそうな箇所を予測して行動しているため、いち早くプレスをかけることができるのです。ボールを奪った後もがむしゃらにクリアするわけではなく、落ち着いて味方へとパスすることができています。これは少年時代からずっと鍛えていたことで、今では無意識でできるらしく、ボールを奪ったらまずはゴールへの道筋を意識して遠くの方から広く見るようにしているとか、彼自身はまだまだこの力を伸ばすことができると考えているらしく、もっと余裕を持ってプレーすることができれば、さらに得点へとつながるチャンスを演出することができることでしょう。右利きではありますが、ボールのファーストタッチが柔軟でまるで両利きのように見えます。これも相手に合わせて無意識でやっているらしいのですが、この若さで左右差なくプレーできるのはレベルが違うと言っても過言ではないでしょう。彼の特筆すべきもう一つの能力として、精神面の強さが挙げられます。天皇杯のセレッソ大阪戦でプロデビューした彼ですが、試合に出る前から全く緊張せずにいつも通り過ごすことができたといいます。前日の夜もぐっすり寝れたとのことで、メンタルの強さは人一倍あると言えるでしょう。 U18 では4バックだったのに対し、プロデビュー戦ではいきなり5バックをやることになったのですが、まるで普段と変わらないかのような落ち着きぶりでプレーをしていました。相手のコーナーキックの時はゾーンディフェンスの中央で声を上げて味方同士の位置などを調整し、プレーの切れ目などでは自ら積極的にコミュニケーションをとっていました。デビューしたての、しかも18歳になりたての高校生がチームの守備陣を引っ張っているという通常ではありえない姿がそこにはありました。
ディフェンダーとして必要な能力を全て持っていると言ってもよく、その能力が評価されてプロとして一線級の活躍を続けています。多くのプロサッカー選手を見慣れているジャーナリストからは、18歳とは思えない落ち着いたプレーはクラブの将来において大きな期待を抱かせる、短い期間での成長ぶりにはかなりの衝撃を受け、試合では 1-2 を争う存在感を放っているといった評価をもらっています。また元プロサッカー選手の奈良橋明からは、高校生という概念を超えた走攻守に優れたディフェンダーで、すでに3バックの中心となっています、声を出して戦えるタイプで熱い気持ちがこちら側に伝わってきますと評しています。ピックアップゲーム、先ほどまでは彼のディフェンダーとしての能力の高さを説明してきましたが、彼はそれだけのプレイヤーではありません。チャンスと見るや否や相手の隙をついてミドルシュートを打つこともあります。豪快かつ精度の高いミドルシュートでゴールネットを揺らすことができるというのは、世界を相手に戦うために必要なスキルを持っているとも言えるでしょう。このプレーでまず着目してほしいのは、常にディフェンスラインを意識しているという点です。ボールを持っている相手だけではなく、自陣のラインも確認し、自ら声を上げることでそのラインを全員で共有させています。その後の味方ディフェンスのフォローも完璧で、相手のシュートコースを防いでゴールを防ぐことに成功しています。状況判断能力の高さと思い切りの良いプレスも彼の魅力と言っていいでしょう。相手のドリブルが大きいと判断した瞬間、引き気味だった体勢を切り替えて素早く足元へとスライディングタックルをしてボールを奪うことに成功します。足元へのタックルの精度が高く、ファウルを取られずにボールを奪って相手のチャンスを潰すというプレーを得意としています。今後の活躍への期待、すでに大宮アルディージャのトップチームの一員として活躍している市原リオンですが、さらなる成長と活躍が期待されています。大宮アルディージャの原崎雅人監督は、市原が U18 でプレーしている頃から高く評価しており、早くトップチームの練習に参加させたかった、セレッソ大阪戦前の練習のパフォーマンスを見てスタメンで出すことにためらいがなくなったと話しています。サッカー選手と学生生活を両立しながらトップチームに帯同して試合に出続けている彼は、まだまだ自身に足りないことがあることを自覚しています。例えばフィジカルの未熟さ、相手フォワードとの地上での競り合いにはまだ不安があり、強靭な体でブロックしてくる相手には容易に太刀打ちができていないです。ですがまだまだ体は成長段階にあるため、これから体が出来上がってくればフィジカルでも負けることはなくなることでしょう。プロのプレースピードが速いということも感じているようで、特に走るスピードに関しては足りていないものの、頭を使った守備やポジショニングに気をつけて食らいついていると話しています。ですが現状でも問題なくプロと渡り合っているので、このまま試合に出続けて成長すればさらなる活躍が見込めることでしょう。また市原はお互いを高め合う同年代のライバル的な存在として、ジュビロ磐田の後藤圭介選手、浦和レッズの早川純平選手、名古屋グランパスの木田涼雅選手などを挙げています。連絡を取り合ってお互いに意識し合うことで切磋琢磨しているようです。ライバル同士がプロの舞台でマッチアップするのも楽しみですが、さらに楽しみなのが U20 ワールドカップ予選代表やパリオリンピックの U22 日本代表としての活躍です。彼自身もプロに混ざってプレーしている中で、全く叶わないということはないが、まだ体作りが足りていない、現実的には厳しいが目標ではあると思っているようです。そんな市原は、日本代表になって国を背負って戦いたい、そのためには海外でプレーする必要があると考えているが、海外でプレーしたい気持ちよりも日本代表でプレーしたい気持ちの方が強い、 J2 でやっていても日本代表に入れるならそれでも全然いいと自身の将来について話しています。高い意識を持っているだけでなく、自身を今まで育ててくれた大宮アルディージャへの恩返しをプレーや結果でしたいと思っている彼は、必ず日本代表に選ばれて夢を叶えることでしょう。彼が日本代表を率いて世界のトッププレーヤーを相手に戦う日が来るのが今から待ち遠しいですね。今回は市原リオンについてまとめました。今後も海外サッカーに関するホットな情報を配信していきます。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。